おはようございます、コパールです。今回はですね、登山において欠かすことのできないアイテムといっても過言ではないベースレイヤーなんですけど、とあるベースレイヤーをご提供いただきましたので、そちらを紹介させていただこうと思います。でその前にね、ベースレイヤーって何という方のために簡単に説明させていただきますと、登山をする上で様々なウェアを着るかと思いますが、まあ、その際にですね、一番下に着る、肌の上に着るいわゆる肌着になります。まあ、一般的に着られている肌着に比べて、登山用のベースレイヤーに求められるものは、登山中っていうのはどうしても汗をかきますので、そのかいた汗を吸収してすぐに発散するような、まあ、そういった機能が求められます。ですので、高性能なベースレイヤーというのは常に、ね、汗をかいていてもサラサラの状態を保っていてくれますし、まあ、反対に、ね、機能性の低いベースレイヤーというのは、まあ、かいた汗がなかなか抜けずに、常に、ね、じっとりした状態が続いてしまいますので、まあ、言ってみたらですね、登山をする上で快適性を大きく左右するウェアになります。まあ、そんなベースレイヤーなんですけど、使われている素材であったり、あと形状、あと厚みなんかが様々ありまして、今回紹介させていただくベースレイヤーなんですけど、ちょうど今頃ですね、1月の上旬にこの動画を撮影しているんですけど、まあ、雪山、冬山に向けた秋冬用のモデルのベースレイヤーになります。でそれがこちら、サーモウェーブメリノエクストリーム。はい、ということで今回ね、こちらの2点を送っていただいたんですけど、実はこれ空箱になっております。例によってもうね、3回ほど山で着用させていただいております。でですね、私その着用した3回の参考でめちゃくちゃ感動しておりまして、ちょっとねこの VTR をご覧ください。はい、今ですね、ちょっと緊急で動画を回してるんですけど、そういうのも今ものすごく感動してます。この感動をちょっと生の声をいち早くこう閉じ込めておきたいと思って動画を回しているんですけど、いつもの里山に遊びに来ていて、今日はちょっとロングコース、だいたい15キロぐらいのコースを歩いてるんですよね。朝方マイナス1、2度行って、今体温があって8度、9度、10度ぐらいまで行ってるところなんですけど、汗ばむというかポカポカしてるんですよ。ゼーゼーしてるんですけど、サーモウェーブのベースレイヤー、これあのお世辞抜き、演技抜きで本当にいいです。マジでいい。これ今ね、風吹いてるのが分かるかな、今ほんのり汗かいてるんですよ。全身ほんのり汗かいてるんだけど、で風がこう入ってくるんだけど、はい、ということでですね、先ほどの VTR、このベースレイヤーを着て2回目の参考だったんですけど、まあ、改めて着て、本当に感動したので思わずね、いても立ってもいられず動画を回したという感じでございます。この日を含めまして3回ほど山に登ってまして、それぞれね、違った環境下で登ってます。で改めましてその時の使用感なんかも含めまして、このね、サーモウェーブのメリノエクストリーム、細かい点なんかを紹介していこうかなと思います。はい、まずは性能の前にこのサーモウェーブというメーカーについてなんですけど、北欧のリトアニアでなんとね、92年も続く老舗のベースレイヤーメーカーだそうです。92年間って半端ない歴史だと思うんですけど、まあ、それだけね、安定した人気があると言えるのかなと思います。で去年の暮れですね、2021年の冬から本格的に日本に輸入されるようになったということで、まだまだね、日本国内では知名度の低いブランドかと思うんですけど、まあ、これからどんどん発展していくような、そんなメーカーでございます。で今回ですね、こちらの2点を代理店さんメールで送っていただいたんですが、どちらもサーモウェーブのメリノエクストリームというシリーズになります。でこちらがですね、ロングスリーブシャツ、上着ですね。こちらがロングパンツ、下のパンツになります。上下別々で販売されているものなんですけど、まあ、素材であったり特徴なんかが同じということなので、今回一緒にレビューさせていただこうかと思います。はい、ではこちらがサーモウェーブ社のメリノエクストリームというベースエリアになります。で秋冬モデルということで、若干ね、生地が厚めの生地になっておりまして、ちょっとねご覧いただくと分かると思うんですけど、こちら表の生地と裏の生地が違う2層構造になっております。で外側の素材はメリノウール 80% とポリアミド 20% の混合となってまして、内側はポリエステル 100% になっております。なので肌からね、じわっと出てくる汗を内側のポリエステルですっと吸い上げて、すぐに消化して、かつ外側を覆っているこのメリノウールがですね、まあ、暖かさと嫌な匂いなんかを防いでくれると、そんな感じの製品になっております。でこの辺りの、ね、使用感実際どうなのっていうところだと思うんですけど、まあ、先日しましたけど、実際このね、上下のセットを着て3回ほど山に行ってます。でまずはね、つい先日、昨年末に行った雪の赤城山ですね。まあ、雪山というにはまだまだね、雪の量も冷え込みも少ない状況だったんですけど、まあ、それでも気温は終始マイナス5度とか6度というような環境で、
この日は肌の上から直接こちらのメリノエクストリームを着て、その上に薄手のインシュレーションを羽織って、さらにウィンドシェルを着て、で寒さによってはそのウィンドシェルの下に薄手のダウンを着たりして調整したという感じになります。でこの日がね、このベースエリアのデビュー戦だったんですけど、私ね、まだまだこういった雪山っていうのが経験不足でして、雪山を始めるにあたって、雪山専用の装備ですね、アイゼンとか冬靴っていうのは、簡単にねちょっとイメージが湧くんですけど、ウェアですね、レイヤリング、これがですね初心者の私にとってはすごく悩ましい問題でありまして、というのもですね、どの程度の外気温の中歩いていくのかとか、寒いのが嫌なのでどんどん着込んでしまうと歩いているうちに暑くなってしまわないのかとか、初心者の私にとっては非常にね不安な要素がたくさんあったんですね。でこの日も実はですね、先ほどのウェア以外にもう一着予備として、防寒着をザックに詰めていました。でそんな不安を抱えながらですね、実はこの日赤城山に挑んでいたんですけど、実際、蓋を開けてみたらですね、そんな不安が一気に吹き飛んだというか、もう本当に終始快適で、それほどね厳しい寒さではなかったというところもあるんでしょうけど、本当にね、なんていうか寒くもなく暑くもない状態というのがずっと続いている状態で、行動中はね慣れない雪道の上りをぜいぜい言いながら登って、体全体がねじわっと汗ばむのを感じるんですけど、その汗がいつまでも停滞していないというか、あれさっきの登りで俺確か汗かいてたよなっていうようなね、なんか後から振り返るとそういえば汗どこ行ったんだろうっていう感じでね気づかされる。でそれほどねナチュラルにこのベースレイヤーが汗を処理してくれていたんだなと、ね、間違いなく汗はかいてるんですけど、そのじっとり感がどこにもないっていう、本当にすごいびっくりしました。でこの日の赤城さんの快適性に本当に感動してですね、この日と全く同じレイヤリングで地元の低山を2回ほど登っているんですけど、やはりね快適性は変わらず、汗抜けの良さだったり保温性というのはね確かに実感することができました。むしろねこの時期の低山ハイキング、気温でいうところの6度とか7度っていう環境下においては、もちろんね上に履くトレッキングパンツの質によると思うんですけど、こちらのねロングパンツにおいてはオーバースペックかなと感じるぐらいの保温力でした。ただですね、超絶寒がりの私にとってはこれぐらいの保温力があると、寒さによってね山に行くの億劫だなって感じるところを、よっしゃ行ったるかという気持ちにさせてくれるので、本当に心強いアイテムだと思います。でですね、こちらのメリノエクストリーム本当に快適すぎたので、3回目のハイキングでちょっとね意地悪なテストをしてみました。でそのねテストの模様を VTR にまとめておりますので、どうぞ。サーモウェーブのメリノエクストリームを上下着て裏山に来ました。ちょっとね実験してみたいと思います。でもちょっと待って、その前に、おい、そっか、お前かわいいな。おーおーおお、よし、お前3時間ぐらい入れるな、ここな。先ほどの猫ちゃんと3時間ぐらいこう戯れる動画に急遽変更しようかなと思ったんですけどちょっとそこはねぐっとこらえまして、今回このサーモンウェーブのメリノエクストリームのテストをしてみたいと思います。普通に歩いて1時間ぐらいのコースをわざとこう汗が出るように登って、その汗抜けの感じをレポートしようかなと。でなんていうのかな、こう完全に数値化して表したりとかできない状態、私もこの感想になってしまうんですけど、そんな感じをレポートしようかなと。でウェア的にはサーモウェーブのメリノエクストリームを上下肌の上から着て、でパンツは定番のノースペースのアルパインライトパンツ、上が薄手のフリースとウィンドシェル1枚ですね。もうウィンドシェルいらないぐらいなんですけど、ちょっと暑くなったら都度脱いでいこうかなと思います。じゃあちょっととりあえず安全に気をつけながら登っていきたいと思います。GoPro のバッテリーが落ちちゃって iPhone に切り替えてます。やっぱね稜線出てくると風が抜けて冷たい風が顔を当たりますね。こういう状況だと汗抜きの悪いベースレイヤーとかっていうと足がべっとりシャツにまとわりついて、そこにこういう冷たい風が当たって体が冷やしてしまう、いわゆる汗冷えが発生してしまう状況だと思うんですけど、これ本当にねあまり褒めすぎてしまうと嘘っぽく聞こえて嫌なんですけど、本当にすごい全然その汗冷え感、汗のべっとり感も今のところないですし、めちゃくちゃ快適、むしろパンツで言うともうちょっと暑いぐらい、あーしんどい、もうやだ。こんにちは。
あーしんどい。で今の状態なんですけど、まあ、ご覧いただいて分かるかな、汗をすごいかいてます。でもうね暑くて我慢できないんで上のシェードで脱ぎます。今ちょっと風吹いてるんですけど体に冷たさを感じないですね。これがすごい、マジですごいです。普通だったら絶対ヒヤッとするような状況なんですけど、でここからの下りはもうすぐなんですけどこの状態で下っていこうかと思います。不快さはない、汗はスッと引いてくれてる感じがします。本当にすごい。今下から風がちょっと吹き上げてるような感じなんですけど全然冷たさを感じないですね。今の状態が綿だとかあのユニクロのヒートテックとかだと多分ね冷たくて寒くて寒くていられないと思います。全身にこう汗は感じるんだけどそのベタつきがない、何て言っていいのかな、すごいです。はい、とまあこんな感じでですね少し意地悪テストとしてですね、少しハイペースで登って、多めにかいた汗がどんな風に処理されるのかっていうのをテストしてみました。まあ、このあたりはですね感覚的な表現でしかできないのがちょっとねもどかしい部分ではあるんですけど、まあ、あそこまで汗をかいた状態でもベースレイヤー自体には汗を染み込んでいる感っていうのが本当になくて体全体も非常にサラサラしている状態を保ってくれて、もうこれは本当にお世辞抜きですごいなと思っております。保温性が高くて汗の処理が抜群なベースレイヤーを探している方には本当に心からお勧めできる一着だと思います。まあ、ただですね2点ほど気になる点もございましたのでそちらもお伝えしなければなと思っております。まず1点目、サイズ感ですね。一応ね、購入時に販売サイトの方でサイズ選びの目安として、まあ、サイズチャートだったり、あとはサイズの測り方なんかも記載されているんですけど、このチャート通りに選んでもやや大きめになってしまう気がします。まあ、このあたりはですね、手足の長いスラッとしたね、スタイルのいいヨーロッパ人と、まあ、ちょっとずんぐりむっくりしたアジア人との体型の違いなのかなと。で、参考までに中年ポテトアジア人代表として私のこのサイズ感なんですけど、やはりね、バストやヒップを測った上で購入したんですけど、でどうしても、袖が若干ダブついてしまうというのが少し残念なポイントかなと。まあ、伸縮性のある素材なので、まあ、個人的にはもうワンサイズ落とした S サイズを買ってもよかったのかなと思っております。まあ、このあたりがねサイズ選びでちょっと難しいポイントかなと思いました。で気になる点2点目はパンツの方なんですけど、でまだね3回しか履いてない状態なんですけどなぜだか毛玉がかなり発生していました。で上半身のロングスリーブシャツには毛玉が発生してないところを見ると、まあ、もしかしたら上に履いているパンツの裏地が秋冬用のパンツで、まあ、裏肝になっているのでこの辺りがいたずらしてしまっているのかもしれません。まあ、普段から、ね、見える部分ではないとはいえちょっとね毛玉の量も多かったので気になる点として挙げさせていただきました。はい、ということで最後までご視聴していただきありがとうございました。まあ、こうしたねベースレイヤー各ブランドからいろいろ出ていて何を買っていいかわからないと迷われている方もいらっしゃるかと思いますが、サーモウェーブのメリノエクストリームが選択肢の一つになっていただけたら幸いです。下の動画説明欄にリンク載せておきますので一度見ていただきたいなと思っております。で気に入っていただけましたらそのサイトからそのまま購入することができまして、またですね非常にありがたいことにこちらの動画をご覧いただいている方に 10% オフのクーポンコードというのをいただいておりますので、ぜひねその辺をご活用いただけたらなと思っております。ということでまだまだ寒い日がこれから続いていきますが、皆様怪我などされませんようにお互いに身の丈に合った安全な登山をしていきましょう。ということでバイバイ。